暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。クリスマスは言うまでもなく、神の子イエス・キリストのユダヤ・ベトレヘムにおける誕生を祝う日でございます。そして聖書によりますと、この時東の方から3人の博士がキリストを訪れて、それぞれ贈り物をし礼拝をしたと記されております。一人はキリストが王であることを示す黄金、もう一人はキリストが神であることを示す乳香という香、そして三人目はキリストが人間として十字架の上で苦しんで死ぬ、そのことを示す没薬を捧げ物といたしました。伝説によりますと、博士たちは3人でなく4人であった。そして4人目の博士はなおアルタバルといって医者でした。でこの人も遠いところから救い主の降誕を告げる星を見て、家財道具を売り払って一個の高価な真珠を求め、それを幼子へのプレゼントとして旅立ちます。旅の道すがら病む人々を見ては、医師であるアルタバルは手当てをする。そんなことをしておりますうちに、いつの間にか遅れてしまってベトレヘムに着いた時、イエス・キリストはすでにヘロデの手を逃れてエジプトへ去っていった後でございました。この日からアルタバルのイエスを探す日々が始まります。医者でございましたから、病者を見舞い手当てをし、そして貧しい人たちに生活の糧を得させるために田畑を耕して作物を取る、そういう手立てを教えているうちに、いつしか30年が経ちました。そんなある日、イエスという預言者がゴルゴタの丘で処刑されるという話を耳にしたアルタバルは、それまで肌身離さず持っていた真珠を手に急ぎます。ところがまた途中でお金のために身を売らなければいけない女性に出会い、アルタバルはとうとうその真珠を、その女性を自由にするために与えてしまいます。ちょうどその頃、ゴルゴタの丘でイエスは最後の息を引き取りました。聖書によると、その時に大きな地震が起きたと書かれております。年老いたアルタバルは倒れてきた建物の下敷きになりまして、虫の息になっておりました。そこにイエスがお現れになります。先生、遅すぎました。私は30年の間あなたをお探ししましたけれども、お目にかかれませんでした。そしてもう私にはあなたに差し上げる贈り物もありません。そういうアルタバルに向かってイエスが優しくおっしゃいます。私はお前に今まで何度も何度も会っているんだよ。
私が病気をした時に手当てをしてくれたではないか、お腹を空かしてた時に食べさせてくれたではないか、そしてお前の真珠は今私は確かにもらっている。私はこの4人目の博士のお話が、たとえそれが伝説であったにせよ、とても好きです。それは私たちやっぱりイエスを探す生涯、そしてイエスに出会う生涯を送る者にとって、どのような日々を過ごしたらいいか、どのように人々と出会ったらいいかということを教えてくれているからです。聖書の中にマタイの25章でございますけれども、最後の審判の時に人々が2つに分けられるということが書かれております。そして神に読みせられる人々、読みせられない人々を2つに分けて、イエスが読みせられる人々におっしゃいます。私の父に祝されたものよ、世の初めからあなたたちのために準備された国に入りなさい。なぜならあなたたちは私が飢えていた時に食べさせてくれ、乾いていた時に水を飲ませてくれ、旅にいる時に宿をしてくれ、裸の時に服を着せてくれ、病気の時に見舞ってくれ、そして牢屋にいる時に訪ねてくれたからだ。そして人々がイエスに向かって、でも私たちはどこで飢えた、乾いた、そしてご病気のあなたにお会いしたんでしょうと聞き返しますと、イエス様が、私の兄弟姉妹であるこれらの最も小さな人の一人にあなたたちがしてくれたことは、そのまま私にしてくれたことだとおっしゃいます。アルタバルが過ごした30年は結局こういうことに費やされた30年でした。その間にアルタバルは気づかずにイエス・キリストのために人々を世話をしていたのです。もしかすると私はイエス様にプレゼントをしたいんだけれども、真珠のような高価なものはありませんという人がいるかもしれません。でも心配しなくていいんです。日本の最古の和歌集、歌集である万葉集の中に、石ころが玉に変わった、宝石に変わったという歌が読み込まれております。それは愛する人を先盛りとして遠い国に送り出した一人の女性の読んだ歌です。シナのなる千曲の川のさざれ石も、君し踏みてば玉と拾わん。シナのなる千曲の川のさざれ石も、君し踏みてば玉と拾わん。愛するあなたが踏みしめ踏みしめていった千曲川のほとりの小石も、それがあなたに踏まれた石であるがゆえに、愛するあなたが踏んでいった石であるがゆえに、私には宝です
真珠です、宝石です、という歌です。愛は奇跡を可能にいたします。何でもない小石を玉に変えることができるのです。ですから私たちもベトレヘムの貝羽桶に寝かされていらっしゃる幼子にプレゼントをしたいと思うとき、それは決して高価な黄金、乳香、もつ薬である必要はありません。私たちが日々遭遇する小さな一つ一つのこと、それに心を込めて、愛を込めて、その一つ一つのことを行うとき、一人一人と優しく出会うとき、それは石ころのような何でもないつまらないお仕事かもしれませんし、毎日出会っている変わり映えもしない人たちとの出会いかもしれませんけれども、でも愛がこもった時に、その何でもない出会いが、平凡な毎日が、そしてお仕事が石ころから玉と変わるということをこの和歌は教えてくれています。嫌なことを喜んでする時、または人様と丁寧に愛を込めてお目にかかる時、それらは皆尊い玉となって、真珠となってイエス様をお喜ばせすることになると思います。私たちもそれを信じてイエスを探し求める旅、そしてイエスと出会う旅を続けたいと思います。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。マタイ2章10節から11節。